Yeah!
丈夫大丈夫、間違えてない、大丈夫、はい、はい、ネクロマのエース、おかきこと柿崎美咲です、よろしくお願いします。あー、ありがとう、知ったんだここはアメリカですか。Welcome to American Tour、 どうせ人生見せ物よ、マイライフイズショーサリーです、よろしくお願いします。サリーさん、プリーズ、ゆったりまったりございます。今泉玲です、よろしくお願いします。レイチャー、レイコン消滅しましょうか、二次元、二次元日記二次元に生きるアイラブジャパニーズアニメーションマイネームイズひまり月城です、月城よろしく、ナイスミーティング、よろしくお願いします。やったー、日本だけどね、日本ですがね。ではでは、今日は皆さん、あ、ニューブラックドーンお越しいただきありがとうございます。あもね、題名だから、あっていうあれじゃないから、あっていうとあっていうのじゃないです続けてはい、私たち1日からセトリグランプリっていうのをやってて、皆さんいつも見ていてるくれてる皆さんにセトリを考えてもらって、それを投票する、それを応募してもらったのを投票するっていうのをやってたんですけど、それで1位に輝いたセトリを今披露してました。応募してくれた方も投票してくれた方もありがとうございました。ありがとうございました。最後投票数見たら300何票とかで、すごい、なん300人いやいや、来てくる、これ4番のセトリなんだよね。あ、そう、4番のセトリ、2番のセトリとなんか僅差だったの。そう、なんか、ね、聞くところによると何10秒前まで、30分前まで2が勝ってたんですよ。じゃなかった、そうなんです、で、なんか最後も 1% 差だったよね。そうだね、 1%、 みんなあれだよね、暗い曲が好きっていうか、なんかド S っていうか、なんかやってる時にこのお葬式みたいな曲ばっかり選びやがってえ、でもね、私これに投票したの。あ、そうなの。そう、なんか役者が選んだんだ。あ、そう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 、なんで選んだかっていうと、はい、あの全然好みじゃないから選びました。あ、自分だったら立てないセトリってことだよね。そうそう、自分だったら全然思いつかないセトリだなって思ったので。そう、いつもね、クロモはタキちゃんとリッキーさんが中心にセトリを考えてくれてるので、2人が考えないようなやつを選んだってことだよね。そう、あの、もうね、この、あ、何、ストレンジユーズ、スカルズ、はい、これは私でも考えつきますみたいな感じで、もうどんどん弾いてこれを、ね、なかなか厳しい審査を。だってみんな何曲か数えた、12曲連続でやってたんですよ今。すごいね。過去最大じゃない、すごいね。 MC がさ、12曲目そうの後にあるのド S で、ホンダド S よね。だって60分あるのにさ、MC 3分だよみんなちょっとそのまま休憩。そう、でもでもありがとうございました。なので皆さんもうご存知かと思いますが、最後の曲違うよ。え、あ、そうだ、あ、そうだ最後のキッとしちゃったよ。わかるわかるわかるよ、いくよ。今来たばっかりだよね。でもあと1曲になりました。一生懸命盛り上がってください。スカルズインザスターズ